バーです。はい、じゃあ、コケです。あ、かすみです。はい、じゃあ、ちょっとね、慌ただしかったけど、小学生の入試問題を5問解こうっていう企画をやっていきたいと思います。イエイ、かかってこい。まあ、幼稚園の子が解く問題だから、まあ、そんな難しくはないはずなのよ、うん、でもやっぱり起点がやっぱり年々こう聞かなくなってくるじゃない。やっぱりこう純粋さが失われていくから、やっぱり純粋な心をもう一回取り戻そうという意味でよしやっていきたいと思います。勝負です。勝負なの？勝負です。あ、負け。じゃあ第1問。ダリン、このイラストです。どれですか？このバス、あ、違う、この言うね。このバスはどの方向に走っているでしょうか？どう思いますか？矢印で書いてね、その。え、これバスも書いた方がいいか。そうだ。あ、いいよ、もう簡単に。バスって分かればいいや。はい。せーの、はい。あ、逆？逆？なんだ逆？追突事故だよ、これ。ダーン！ダーン！いやねえ。はい、理由。私、だって理由なんちゃう。理由？これ、絵の問題かもしれないけど、こっちの方が窓がでかくて、なんか運転席って感じがしたから、こっちって、私は。なるほど。自分がこう見たときに、こっちから見てるわけじゃん。え、だから、日本は左側通行だから、反対からは見えないはずかなっていう。あ、見える。あ、なんでこっちからだと、なんていうの、なんか車通ってたらさ、見ないじゃん。こっちだと歩道側から一番見やすいから違う。考え方は2人とも外れです。向きは後期が当たりです。で、理由としましては、その日本のバスはってか、バス全般じゃない？わかった、わかった、わかった。あれだ、もし降りるとこと乗るとこはそっちか。当たり、答えはこっちなんですけど、もしこっち側に行くとしたら、こういう感じかな。なんかね、あるじゃん、ウィーンみんなが乗るところ、うん、それがあるはずなんですね。それが見えないってことは、そっち側、うわ、左側か、左方向に走っているということです。いや、これは外れじゃん。はい、第2問。はい、ダレン、こちらのイラストとこちらのイラストを、組み合わせたらどのイラストになりますか？4つあるのでそっちから選んでください。いきます。1、2、3、4、5。はい、終わりです。これ解けなかったら多分俺もやばいかもしれない。これ人間やめた方がいいかもしれない。そのままつけとくでしょ。うんうん、反転とかもないんじゃない。何よ、もうプラスして皆さんもお考えください。まあ、すぐわかるかな。どうなんだろう、難しいのかな、あの図形が苦手な人。番号が今合ってたよ。反転だ、番号ちゃんとしてよ。はい、はい、お二人の答えは、はい、正解はこちら、3番。3番。はい、もうこれは理由はいらん。理由いります？正解です。そのまま引けるだけ。イエーイ、暴れまくってるよ。はい、次行こうか。今1対1だね。はい、3問目。じゃかーん、これです。さっきと一緒で、こちらのイラストとこちらのイラストを足した場合どのイラストになりますでしょうか？1から4からお答えください。いくよ、5秒ね。うん、1、2、3、4、5。何今の？皆さん、答えください。同じような問題ですよ。せーの、はい、何番？俺3。2。おー、分かんない。答えは2番です。よい。あ、押した。3番って、見て、見る。あ、2だわ。持っていいよ。全然違うじゃん。まずここの横棒の線、ここから来たの。俺これ見てなかった。あ、そうなの。あとさ、縦線、俺も思ったんだよ。縦線ないの。あ、なんだろう。
あ、そうやってできるんだなって思ってという問題でした。あ、やばいやばいやばい、やばい、マスミさん素晴らしいリード。第4問目、はい、4問目はこちらの道順の問題です。私がこの道順を見せながら言うので、そのたどり着いた、あーなるほどね、はいはい、なるほどね、場所をお答えください。はい、はい、でちなみに道の線も欲しいです。もらってマップかかんって感じ、軽くかく、はい、適当に。いきます。矢印の道から入って2つ目の交差点を右に曲がり、パン屋さんの角を左に曲がります。次の角を右に曲がるとどこに着きますか？通った道を線にたどり着いたところを丸つけてください。皆さんもお考えください。はい、で着いたところを書いておいてね、丸つけて、うん、オッケー、オッケー、よし、これは大丈夫だろう、多分。どうぞ、じゃじゃん、じゃん、クレープ屋。クレープ屋です。当たりでーす。イエーイ。おー、やっぱり余裕だったかな。よっしゃ。素晴らしい。俺もう一回受験しよっかな。うん、小学校。うん、小学校なんだけど。小学校行ける気がしてきた。私立の小学校行けるかもね。ね。今ならいける。あの当時だったら無理だ。でも恥ずかしくない？今から小学校のみんなさ、あ、兄ちゃん、ちっちゃいなの。いや、僕は22歳の強くなってみんなと一緒で言う、ねえですよ、ねえですよ、つらいな。はい、じゃあ5問目、ラストです。ラスト最終問題、じゃらーん、じゃるー、こちら、サイコロの展開図がございます。4つ分、正しいものを答えろです。いいよ、もうなんで分かる？あー、でもそのサイコロの展開図で正しいものね、正しいものを答えろ。はい、じゃあ制限時間、これ難しいから20秒にしといてくれね。ああ、はい、せーの、ドン。大丈夫、ダメです。大丈夫、はい、ちょっと待って、小さい展開図を書いてなく、あの、私もめちゃくちゃ小っちゃい。はい、数字だけでいいよ。え、以上、正しい数字を答えよ。せーの、はい、4、4、よっしゃ、おめでとうございます。あれ何対何、4対勝つ的には一緒なんだけど、初めの入れたらでも5、3対2じゃない、2だね、うん、で、コギの勝ち。え、待って、おかしいって、私の勝ちだ、私の勝ちだ、はずみちゃんの勝ち、ということで、かすみちゃんには来週から小学校に行ってもらいます。はい、どこの小学校行ったいかは、うん、まあ応募しといて。ちょうど多分今ぐらいが多分さ、入試だから、ちょっとまだ願書出せると思う。いいじゃん、いける、でも出しようって、うん、面接もいけるんじゃない？いける、うん、小学生っぽいし、うん、え、小学生っぽい、うん、幼稚園っぽいじゃなくて、うん、あ、そう、幼稚園っぽい、あ、違う、小学生受けちゃダメだ。幼稚園っぽいじゃん、まあ、今時の幼稚園児はね、生徒もでかいしね、ちょっとしっかりしてるからね。そう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 、もう混ぜて化粧するから。どうだよ、ね、美しい、ちょっと素晴らしい、こんな幼稚園あったら、ピアスも開ける、ピアスもピアス開けとる幼稚園児怖いな。ちょっとヤンキー入ってる、ヤンキー入ってる。はい、最後の問題、でで特別問題、早く動画は終わってほしいので、それに対しての問題です。はい、漢字一文字で、はい、終わらせてください。はい、5、4、嘘だ嘘だ、3、2、1、せーの、ドン。はい、動画見てくれてありがとう、グッドボタンもよろしくね、チャンネル登録よろしくね、ツイッターのフォローもよろしくね、Wait.